神星の位置を N で示して描かれたヨハネス・ケップラー自身の手になる海外 SN1604 すなわち超神星1604はヘビ使い座に現れた銀河系内の超神星である。SN1604 は地球から6キロパーセックすなわち約2万光年以内で起こり2020年現在銀河系内で観測された最後の超神星、爆発である。 18ヶ月にわたって肉眼で見ることができ、絶頂期には見かけの等級がマイナス3等で、夜空で他のどの恒星より、また金星を除く他のすべての惑星より明るかった。この超新星は矢がたのものであった。SN1604 は1604年10月9日に初めて観測された。ドイツの天文学者ヨハネス・ケプラーは、 10月17日に初めてこの超新星を見つけた。ケプラーがこの超新星を詳しく研究したので、この超新星はその後彼にちなんで呼ばれた。この主題についての彼の本は、デステラ・ノバ・イン・ペデ・サーペンテルと題された。SN1604 は、1世代の間に観測された2つ目の超新星であった。銀河系の外では他に多くの超新星が見られたが、 SN1604 以来、銀河系内で確実に、超新星爆発として観測されたものはない。ただし、超新星の発生率から、これ以降に10回前後の観測されなかった、超新星があったと推測されている。その一つは1870年頃に起こり、G1.9 プラス0.3超新星残骸のみが、後に発見されている。SN1604 を原因とする、 超新星残骸は、その種の天体の中で原始的なものの一つと考えられており、今も天文学で多くの研究がなされている天体である。ありがとうございます。